中日新聞今井智文、ワクチンで暴言。中日新聞の今井記者が5日にツイッターにてワクチンに関する暴言を吐き、現在批判が殺到しております。高校生のワクチンに対する誤解に驚いた若い世代のワクチン不信の根にあるものと題した記事に対して今井さんが、誤解かどうか以前に娘に万が一のことがあるといけないから、 ワクチンは接種させていないというのは今日本中でごく普通の親御さんが言っていることなんです。なんでそうなったのかというと HPV ワクチンの信頼が失墜しているからです。信頼が失墜したままコロナ禍を迎えてしまったのが敗北だったわけです。信頼が失墜しているのをマスコミのせいだというのは自由ですがマスコミには 失墜した信頼をうまいこと回復させる能力はありませんので、関係する人たちが自分で信頼回復に取り組むしかありませんなどとなっておりまして、ひどい暴言になっておりますが、まあ、こういった HPV ワークチンに対する変更報道に関しては、これまで主に朝日新聞が行っておりますけれども、まあ、本来は朝日新聞だけではなくて、その他のマスコミが、事情能力を発揮して、 朝日新聞の報道はおかしいと検証し、批判する報道を行うべきではないんでしょうか。現状はマスコミがマスコミに対して批判することはほとんどなく、代わりに批判しているのは一般の国民となっております。この今井さんの暴言に対して、記者の江川翔子さんはツイッターにて、 こういう物言いがますますマスメディアの信頼を失墜させていることがなぜわからないのかワクチンに関する過去の報道の在り方を顧みるべきところを開き直るばかりか他者への責任転嫁とはすぐに退場を願いたいとかなり厳しく批判されておられますがまあこちらおっしゃるとおりでございましてまあ今井さんも記者であれば 中日新聞なり、東京新聞なりにおいて、ワクチンに関する記事を書き、基本的にワクチンは保険のようなものであると、ワクチンの効果と副反応を点秤にかけて、効果の方が大きければ、ワクチンを接種した方がいいと報じるべきなんじゃないでしょうか。こういった今井さんの暴言、 例えば、マスコミの関係者ではなくて、マスコミの変更報道によって、何らかの被害を受けた方が主張したのであれば、まあ、そうなのかなと理解をできる内容でございますが、マスコミそのものがこの主張を行ってしまったら、責任放棄でしかございませんので、今井さんには、このような暴言を吐いてしまった責任を取る形で、 ぜひとも国民の皆様にワクチンに関する正しい理解が広がるような記事を書いて報じていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。